明けましておめでとうございます。今年もニュース930アルファをよろしくお願いします。今年はリオオリンピックがありますが、やはり2020年の東京オリンピック・パラリンピックも見据えた上で、今年活躍する県内ゆかりの選手の情報などもたっぷりとお届けしていけたらなと思っています。より一層地元神奈川に密着した情報をお届けしますので、今年もニュース930アルファぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。